なんか配信者ランクのアップデートのお知らせが来てたんで、言うわ言うわお伝えすることにしたわ。まあミルダムの話ね。ミルダムはあれゲーム実況のプラットフォームね、いつもやってるやつ。2021年5月初旬に配信者ランクの大型アップデートを行いますということらしい。配信者ランク内のランキング表示機能や上位ランク参加者へのクリップやサブスクなどの機能開放など、より配信者ランクに熱中していただける機能を追加予定ですということらしいんです。で、クリップは動画撮るじゃん。動画撮るじゃんっていうか、多分だけどアーカイブ残るじゃん。で、そのアーカイブの一部を切り取って、それをまあ例えば Twitter とか短い動画作って、で Twitter とかにシェアできるよ的なやつだと思うよ。で、サブスクは、まあ、単純にサブスクだろうね。おそらく、まあ、500円か1000円か分かんないけど、まあ1ヶ月あたりこれくらいで設定して、んで、それをまあ、応援してくれてる人が登録してくれたら、まあ、毎月入りますよみたいなことだと思う。それだと思う。また多くのご意見をいただいてた動物カテゴリーについて、獲得ポイント条件の調整を行いますと。何があったん動物カテゴリー何があったんっていうか、動物カテゴリーって何？初めて聞いたんだけど、そんなカテゴリーあったの？なんか調整せんといけんようなことなんじゃろうな。まあな、そうなんじゃろうな。はい。で、アップデート内容、てかアップデートの時期、2021年5月3日頃。まあ5月入ってちょっとすぐよな。アップデートされるよって配信者ランクのなんかもろもろが言えなくなってる。追加機能について、配信者ランク内のランキング表示、同じランク内での順位がランキング形式で表示されるようになります。ミルダムトップページから全ランクの上位配信者の順位も確認できるようになるということか。だけど今まではランキング形式では表示されてないんよな。単純に現在どれくらいのポイントを獲得できてて、で昇格目安がこれくらいで、降格目安がこれくらいでっていうのは、まあ配信者も見れるし、その配信を見てる視聴者の方々も見れたんだけど、ランキング形式では見れてなかったと。で、週末イベントとかだったらランキングで表示されるよ、そのイベントの順位だけに関してはね。いいよね、なんか盛り上がるというかなんか最近魔行が言いにくい。盛り上がるが言えなくなってくるね。上位ランク参加者への機能開放、クリップやサブスクリプションなど、現在一部の配信者のみが利用できる。これさっき書いてあったよね。機能上位ランクの配信者が使えるようになると。本対応は、5月3日のみでなく、今後も定期的にアップデート予定です。詳細は後日別途お知らせ予定ですらしいよ。S ランク参加者への推薦タグ表示、配信者ランクの頂点にいる S ランクの配信者は配信時のサムネイルに推薦タグが表示されるようになりますよと。まあ分かりやすくていいわな。 S ランクね、探すの大変だよね。確かにいいと思う、これは。で、その他の調整、動物カテゴリーの獲得ポイント条件の調整、配信者ランクのリリース時より多くのご意見をいただいていた動物カテゴリーの配信について、運営内で協議を行った結果、他カテゴリーの配信とのバランスを考慮し、以下の通り一部ポイントの獲得条件の調整を行います。ポイント獲得の対象外となる項目、視聴時間、ギフトポイント、配信時間。きつすぎんそんなに？引き続きポイント獲得ができる項目、コメント、シェア、フォロー。これで戦えと。動物カテゴリーで配信をしていただいていた皆様には申し訳ございませんが、何卒ご理解ください。もうこうせざるを得ないくらいポイントを獲得しやすかったっていうことなんだろうね。これもよっぽどよね。まあでも確かに猫とか犬とかが出てるだけで、わあかわいいとかっていうのになるわな。で長時間見れるよね、かわいいからね。でまあこれでなんかご飯買ってあげてくださいとかってギフトも入りやすかったりすんのかな。で配信者とか正直関係ねえから急にちょっと口が悪くなるな。関係ねえから配信時間もうまあ垂れ流しで流しときゃいいっていうことであればね、じゃあ配信者にっていうより、その例えば猫なら猫にファンがつくみたいなことになるんだろうね。まあ基本的にさ、ゲームのプラットフォーム的な感じじゃない、ミルダムって。なんかそういう認識だからさ、まあ、そもそも動物カテゴリーがあったっていうことも知らなかったねし、そんな上位、まあ、他の配信あんま見てないからちょっとあれだけど、上位に動物カテゴリーが入りまくってどうしようもないみたいな状態になってたんかな。ちょっとまあ分かる人、どういう状況かまあ分かる人ってちょっとコメ欄に書いてほしいんだけど、うん、なんかすごい有利に働いてたんだろうね。配信者ランク獲得ポイントと絶対条件の調整。視聴時間やギフトによってもらえるポイントを参加配信者の実績をもとに調整いたします。また各ランク昇格時に必要な絶対条件も調整予定です、長時間配信をしていない配信者の対応について、サーバー負荷軽減のため配信者ランク D3 の配信者のうち長期間配信していない配信者を配信者ランク非参加の状態に変更します。本対応は定期的に行う予定です。非参加になった場合でも再度参加申請を行うことで参加可能です。まあ、これはあんま問題なさそうだね。ウィークリーミッションの報酬ギフトで配信者ランクポイントが付与されるように、ウィークリーミッションの報酬の無料ギフトが配信ルームで使用すると配信者ランクポイントに加算されるようになります。マジでウィークリーミッション、今までよりさらに重要。詳細を別途お知らせ予定です。でまあ5月3日付近にはお知らせしてくれるのかな、多分な。で配信者ランク獲得ポイントと絶対条件の調整。視聴時間やギフトによってもらえるポイントを参加配信者の実績をもとに調整する。どういうことだろう。各配信者によってその上がりにくくなったりなんて増えやすくなったりするっていうことかな。じゃっけ参加配信者の実績をもとに調整するっていうのは2通り、またこれミルダムあるあるなんだけど、2通りの捉え方できるくないこれ。俺パッと見読んだ時参加配信者の実績をもとに調整するっていうのは各個人の、各配信者の実績をもとに調整するから、例えば A さんと B さんと C さんがいたら、A さんは実績が優れているんでちょっと有利になりすぎるんでちょっと抑えめにしましょうね。 C さんはなんかあんまりこう頑張ってるけど、長時間配信とか頑張ってるけどなんかポイント上がりにくいから、ちょっとポイント上がりやすくしましょうねみたいなことなのかなって最初読んだ時思ったんよ。でも全ての参加の配信者が、配信者ランクに参加した。で、その実績、総合的な実績をもとに調整し直す的なこと、つまり、全体的な見直しを行いますよ。そっちとも取れるかなと思ったんよ。まあでも前者の方の意味に取れるよね。どう思う？これもなんかちょっと分かったら書いてコメラに。俺は前者、つまり最初の方、各個人に合わせてその実績に合わせてやるから、その A さん B さん C さんそれぞれ、その上がり方が違う、上がりやすさが違うみたいな風に取れる。いや、この文章だったらそうなんじゃないかなと思うんだけど、まあ、ちょっとなんか言ってなんかあったらどうなんだろうね。でまあ D さんのやつ、長期間配信してなかったら、非参加の状態になる。でもこの本体を定期的に再度参加審査を行うことで参加可能っていうことは、条件クリアしてる人は参加申請を行ったら、まあ、すぐ復帰できますよっていうことなのか、それとも一番最初のあの条件を再び満たさないといけないのか。この書き方だったらすぐあの条件を再び満たさないといけないってことないような気がするんだけどね。そこに関しても書いてほしいよね。それによるじゃろう、頑張るかどうかっていうのが。この書き方だったら大丈夫だと思うけど、ウィークリーミッションの報酬ギフトで配信者ランクポイントが付与される。ウィークリーミッションの報酬の無料ギフトが配信ルームで使用すると配信者ランクポイントに換算される。これめちゃめちゃいいね。てかウィークリーミッション、俺今現在 A2 体で、ウィークリーミッションクリアするとエクストラポイントが10万ポイント入るよね。で10万ポイントってめちゃめちゃでかくて、それ取れるかどうかで、その週キープできるかどうかが決まると言っても過言ではないというか、もう今現在 100% そうなっとんよ。取れたらキープ、取れなかったらもう 100% 降格で10万ポイント。俺がじゃけ今現在この収録してるこの今取れてるのが14万ポイントくらいなんよね、現在ね。この1週間かけて。で、本日日曜日、つまり配信者ランクのその1週間単位で決まるんだけど、その最終日よな。この最終日に、ウィークリーミッション達成してる人はエクストラポイントが入るんだけど、だから俺今現在14万ポイントを達成してるっていうことは、24万ポイントになるっていうことが確定しとるっていう状態なんよね。で A2 体の降格目安は今俺が計測し始めて、一番高かったので先々週の26万ポイントちょっとなんよ。でだいたい平均すると22、3万ポイントかなと思うんだけど、だから平均値に落ち着けば今週もキープできるかなっていう厳しい世界なんよ。そうで、そもそも割合を見ると分かると思うけど、14万ポイントを普通に1週間かけて取ってる中、10万ポイントをウィークリーミッションのエクストラポイントで入れるっていうのは、半分まではいってないけど、でも先週19万ポイントで終わったから、先週で言うと半分以上がエクストラポイントだったっていうことなんやな。そう1週間かけて、でもそれでも結構割と長く配信したような気がするんだけど、それでも1週間あたり10万ポイントはいってないってことだからね。ギフト入ってんのも合わせて10万ポイントだから、ウィークリーミッションがどんだけ重要なのかっていうのが分かるわな。あと週末ポイントのエクストラポイントもまたあるから、そこも重要なんだけど、で、今まででもそれくらい重要だったものがウィークリーミッションの報酬の無料ギフトで配信者ランクポイントが加算される。だからさらにウィークリーミッション達成すると、キープしやすい、もしくは昇格しやすいっていう状態になり、これ達成できないと、いやちょっと残念でしたってなるっていうことだね。いやじゃけまあちょっとこれ俺だけが理解しとってもダメだなと思って、でディスコードの方にシェアしようかなと思ったんだけど、ちょっとこれはちゃんと伝えといた方がいいなと思って、協力してやろうかなと思ってくれてる人もね、いたら、正しく理解してくれてる方が俺的にもありがたいから、ちょっとこれは動画にしとかんといけんなと思ってそうした次第ですそんな感じでした。またなんか分からんことがあったら言って、ていうか俺もそんな偉そうに言っても、俺もこれ今見てすぐ収録してるだけだからあれだけど、一応ちゃんと理解するようにしてるから、そうなんか分かることがあれば伝えるし、コメント欄でもディスコードにでも、です。そんな感じです。じゃあ終わるねなんか生放送の終わりみたいになって終わりますね。ありがとうございます。終わります。